さて、そんなこんなでね、昼食は済ませたので、この後、どこだったっけ、諸崎、はずみ崎の方に向かっていきますが、ひょっとしたら今日は俺写真撮らんかもしれんな。この分で行くとどこねえかな、ギョギョギョですか、もしかして。しまったな、こういうところで食えばよかったのかな。いっぱい網が置いてあるのは何か取ろうとしたのかな。これ右曲がれとナビは言ってますが、曲がりません。海沿いを行きます。おお、名もなき漁港ですかな、違うか、河口か。で、海はね、確か冬でもね、魚がよく釣れるんだよね。寒くないかしらんと思うんだけど、よく考えたら魚って普段から水の中にいるからね。あれトンビじゃない、でかいね。ポンカフェ、ポン菓子、あんまり食いたと思わんね。なんか米菓子みたいなやつでしょ、なんかバンって外させてポップコーンみたいな感じになるような。じゃあ、たっけ。なんか車がいっぱい止まっとるのが、なんかの施設、南知多病院。この先行くとね、マルハ食堂っていう有名なね、エビフライが有名なところがあって、そこはねすごいトンビが飛んでくるんですよね。あれなんか餌付けをやってるのかな。いつも決まった時間になんかお店の人が餌をまいてるので、そうね、すごい集まってくるんですよ、トンビは。でいつも決まった時間にあげてるのかな。そうするともう餌あげる前からもうザワザワザワっとね、なんかして寄ってくるみたいですよ、確か。あ、なんかいい感じかもね。なんか写真うまく撮れそうな感じはない？ないね。なんだあの建物は。高い建物があるね。やっぱこういうとこは釣り具屋さんが怖いね。魚釣りする人が多いからね。ここら辺が諸崎なのね。おー、ちょっと南国っぽいね。ヤシの木みたいなの見るともう南国ムードやね。年中フラダンスを踊っとるんじゃないかしらっていうぐらい。
でどっか行く人たちなんだね。弾み先は過ぎたんで、もうこの後は帰ろうかなと思ってますが、あ、磯の匂いがする。今日はいろんな匂いがするね。うん、この海沿いをね走ると気持ちいいよね。やっぱ写真撮るとこねえかね。って言ってもあんまりこれ撮ってもしゃあないね。大きな船がおるね。これちょっとご遠慮願いたいな。この縦にこの線が入っちゃってるの。バイクさんこれ走りにくいんですよね。お、いいよね。かっこいいよね。これ杭が立っとるけど、なんやろね。データラボッチ系のやつかな。天然マルハ温泉。あ、ここだね。マルハ食堂。エビフライの有名なとこね。いっぱいやね。広場？ああ、あそこか。豊浜。ああ、はい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 。ちょっと入ってみるか。ちょっと豊浜魚広場の方ちょっと寄ってみるか。ここはね、豊浜、ん？豊浜？漁港お魚広場でした。まあそれとなくね、写真は撮ってみましたけどね。うん、まあ漁港もなかなかいいもんですな。うん、はい、そういうわけで今日はどこだったっけ、知多半島の一周っていうのかな、まあ、知多半島ツーリングに行ってきました。で、まあ録音の仕方もね、ちょっとトライをしてみて、その結果がどうなるか
ちょっと編集で見てみたいと思います。うまくね、いい音で撮れてれば、いいかな、次回からもそういう設定でいこうかなと思ってますけども、まだまだね、録音のレベルの設定の仕方、ゲインだとかね、エフェクトのかけ方とか、なんかコンプレッサーとかリミッターとかなんかいろいろあるみたいなんで、ちょっとそういったやつの組み合わせとかね、をいろいろ設定を煮詰めていって、まあ、最適の、環境を、ちょっと作り上げていかなあかんのかなというふうに思ってますけども、まあ、そんなわけでね、2020年、始まりましたが、まあ、今年もですね、いろいろといろんなことにチャレンジしながら、なんか、少しでも皆さんのお役に立てるような、動画を上げれたらいいかなと思ってますので、どうか本年も引き続きですね、ご視聴いただけますようによろしくお願いします。では本日はどうもご視聴ありがとうございました。ではまた、さようなら。